ズラト・コダリッチは、ユーゴスラビア・リブの出身のクロアチア国籍の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションはミッドフィールダー。現在は、クロアチア代表の監督を務めている。2018FIFA ワールドカップでは、クロアチア代表を率いて、同国を史上最高位の準優勝に導いた。自身の出生地であるリブノを拠点とする NK、トログラブで、 ユース時代を過ごし、1983年に加入したハイルクスプリトでプロキャリアをスタートした。その後、ユーゴスラビアや同国崩壊後のクロアチアのクラブを渡り歩き、NK バルテクスでのプレーを最後に2000年に現役を引退した。現役引退後も NK バルテクスに泊まり、同クラブのアシスタントコーチやスポーツディレクターを務めていたが、2005年5月から、 監督に就任した。初年度の2005から06シーズンは国内リーグで3位、国内カップ戦で準優勝となるなど確かな結果を残した。バルテクスとの契約が切れた2007年の夏には新たに HNK リエカの監督に就任した。 2007から08シーズンは4位で終えるも、同シーズン終了後の UEFA インタートトカップで1回戦敗退となり、2008年7月1日に解任された。続いて、アルバニアの KS ディナモティラナの監督の座につき、監督として自身初タイトルとなる。 アルバニアスーパーカップを獲得するが、同じティラナを本拠地とするニクラブに続けて敗戦した、後、2009年2月に辞任。再び、クロアチアに戻り、NK スラベン・ベルポーの監督となった。2010年7月1日、サウジアラビアで新たに一部リーグに昇格したばかりの、アルファイサリーの監督に就任した。すると、2010から11シーズンは7位に食い込み、 サウジ国王杯の出場権を獲得。アルリアドで同シーズンの年間最優秀監督に選出された。2012年5月3日、アルヒラルと B チームの監督として契約。2013年1月30日にはトップチームの監督となって、2012から13シーズンのクラウンプリンスカップを制覇し、自身2つ目のタイトルを獲得した。 2014年3月8日、キケフローレスの公認として、アラブ首長国連邦のアルアインの監督に就任。ここでは2017年に退任するまでに、アラビアンガルフリーグや UAE プレジデントカップなどのタイトルを獲得し、また2016年には AFC チャンピオンズリーグで準優勝となるなど、監督としての実績を上げていった。2017年10月、 成績不振で解任されたアンテ・チャチッチの後任として、クロアチア代表監督に就任した。同月に行われた 2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選グループ I 最終節で、共に本戦出場を争っていたウクライナに、アウェーで直接勝利し、2位となり、プレイオフ進出。プレイオフではギリシャにホームアウェーの2戦合計で4から1で勝ち越し。 2018FIFA ワールドカップの出場権を獲得した。2018年6月からロシアで始まったワールドカップでは、初戦のナイジェリア戦後にニコラカリニッチを代表から外し帰国させるという決断を下したが、そのナイジェリア及びアルゼンチン、アイスランドに3連勝し、グループ D を首位で通過した。決勝トーナメント1回戦でデンマーク、 準々決勝で開催国ロシアにそれぞれペナルティーキック戦まで持ち込んだ末に勝利。準決勝ではイングランドに延長戦の末に勝利し、決勝進出を果たす。決勝ではフランスを相手に2-4の敗北を喫して、しまったが、クロアチアを、同国史上最高位の準優勝に導いた。ありがとうございます。